ディエゴ・ベラスケスが描くシビュラ・タルクイニュース王に、シビュラの書を売る熊江のシビュラ、シビュラの書は、シビュラの信託をまとめたとされる古代イギリシアの六、客員の詩集である。伝説上、熊井のシビュラから古代ローマ王タルクイニュースが購入し、それ以降、共和世紀や低世紀を通じ、危機的な局面で参照されてきた。断片のみが現存し、ほとんどが消失した。 ローマの伝説によれば、最古の神託集は、ソロニア、キュロス二世の時代に、トローアスの井田山のゲルギスで作成されたという。ヘレスポントスのシビュラに返せられているその神託は、ゲルギスのアポロン神殿に奉納された。その神託は、ゲルギスからエルトライに渡り、その地でエルトライのシビュラの神託として、有名になった。この神託が熊井に渡ったらしく、そこからローマに渡った。 この信託集をタルクイニウスが購入したやりとりは、ローマ史における神話的要素の中でも特によく知られたものの一つである。熊江のシビュラは9巻からなる信託集を提示して、購入を持ちかけたが、王は提示された価格の高さに断った。するとシビュラは3巻分を焼き、残り6巻に同じ値をつけた。王が再び拒絶すると、さらに3巻を焼いて同じ値を提示した。 王は、気が変わり、残りをいいねで買い取り、カピトリウムの丘のユピテル神殿に奉納した。この逸話は、マルクス・テレンティウス・アロの失われた著書からの引用として、ラクタンティウスが、神学公用の中で伝えているほか、オリゲネスなども述べている。シビューラの書がカピトリウムの丘にあった、ユピテル神殿に奉納されていたことは事実だが、 上記の経緯は後に殉職されたもので史実としての裏付けを否定されている。こうした伝説の背景には、渋ラローマ元老院はこの信託集を厳重に管理した。当初、渋ラの書は、聖子と担当官に任命された二人のパトリキに委ねられていたが、紀元前367年以降は5人ずつのパトリキとプレブスに委ねられ、続いて、 スッラの頃には15人に増やされた。彼らは、元コンスルや、元プライトルで構成され、就寝で任命され、他のすべての公的義務を免除された。彼らには、シュラの書を安全かつ厳重に保管する責任が課されるとともに、元老院の要請で同書を参照した。シュラの書に求められたことは、確定的未来に対する正確な予言を知るといったことではなく、 激人災害を避けるためや、水性、地震、石の雨、伝染病といった不吉な脅威を払うために必要とされる宗教儀式を乱すためだった。民衆には示された信託の解釈によれば、渋浦の書に規定されていたのは儀式だけだった。渋浦の書の担当官たちは、特にアポロ、キュベレー、ケレースの崇拝を監督し、その信託の解釈に基づいて、 韓国を行った。シビュラの書は、単純にその神のギリシア神話的な性質によって解釈されていたに過ぎないが、古代ローマ時代において八つの神殿の建造につながった。つまり、シビュラの書の重要な効果の一つは、間接的にエトルリアの宗教を通じて、すでに果たされていたことではあったが、ギリシャ的な宗教儀式や神の概念を、 ローマ土着の宗教に適用することにあった。現在のカピトリウムの丘神託はギリシア語の録客員で書かれていたため、担当官たちは常に二人のギリシア語通訳の助けを借りていた。シビュラの書はカピトリウムの丘のユーピテル神殿に奉納されていたが、紀元前83年の神殿火災で消失した。ローマの元老院は各地から似たような神託を集め、新たな シビュラの書を編纂した。紀元前12年、アウグストゥステーの時代に、カピトリウムからパラティウムの丘のアポロン神殿に移され、それらは408年までは現存していたが、詩人ルティリウス、クラウディウス・ナマティアヌスによると、それらが政権の批判に使われていたために、将軍スティリコが焼き捨ててしまったという。消失した年は文献によって若干異なり、405年頃と、 するるもものもあるシビューラの書に収められていたいくつかの宿は2世紀のトラレスのプレゴンの脅威の書に再録されている。それらは全部で70行の6客員で成り立った単独の信託ないし2つの信託の合成である。それが歌い上げているのはアンドロギノスの誕生と神々に捧げる儀式特物との壮大な一覧である。シビューラの書は薬病、 戦争といった困難や落雷などの強調に際して参照された。歴史家たちは、渋浦の書が、クローズアップされた以下のような事例を伝えている。渋浦の作戦は、渋浦の書の知名度にあやかって、ユダヤ教徒たちが作成し始めた義書である。後には、キリスト教徒たちも、それへの過筆や新たな作戦の作成を行った。そうして作成された。 シビュラの託戦は一世紀後半のユダヤ人歴史家フラウィウス・ヨセフスや二世紀のキリスト教の恐怖たちに引用されてきた。その中には176年頃にマルクス・アウレリウスに剣じた著作の中で畜語的に現存するシビュラの託戦を引用したアテネのアテナゴラスも含まれる。彼はホメロスやヘシオドスといった 他の古典的かつ異教的な作品を参照した長い下りの中からそれを引用しつつ、シビュラの託戦はローマ帝国では広く知られていると述べた。紀元前76年以降に再編集されたシビュラの書は当時まだローマの神殿に残っていた。それが5世紀初めに失われた後にシビュラの託戦が現在の形に整えられたのだろうと。しかし、 その素材の多くがそれ以前から存在していたために、古代後期のキリスト教徒たちの間では、シビュラの書とシビュラの託戦との混同が多く見られたのである。ありがとうございます。